ミスタードーナツはアメリカ発祥のドーナツチェーンのブランドドーナツと皿のロゴ1955年にアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンで創業1990年にアメリカ合衆国の食品大手企業アライド・リヨンズに買収され北米の店舗は一部を除き同社が同じく所有するダンキンドーナツに転換されたその後アライド・リヨンズは ダンキンドーナツを含むレストラン部門ダンキンブランズをトーマス・エイチリー・パートナーズ、カーライル・グループ、ベイン・キャピタルの3社に売却し、本家たるミスター・ドーナツ・オブ・アメリカは消滅した。その消滅後は提携先が各自にブランドを維持しており、日本ではダスキンが事業を継承している。今日の主要市場は日本で950店以上で運営されている。他に台湾、 インドネシア、フィリピン、エルサルバドル、太陽国に店舗がある。ロゴは、アメリカの創業者のハリー・ウィノカーが膨大をしたヒゲを、生やしたコック姿を特徴的に図案化したものである。色は主に、オレンジと白が使われる。サブカラーとして、茶色が使用される場合がある。店舗により、膨大とドーナツを組み合わせた蒸気ロゴを、さらに抽象化したものを用いている場合もある。 アメリカ合衆国イリノイ州の店舗ミスタードーナツの商品本家アメリカのミスタードーナツは創業者同士が親族関係にあるダンキンドーナツにとっての最大のライバルであったが1990年2月にダンキンドーナツを所有するアライドリヨンズによって買収されたこの買収に伴いミスタードーナツに加盟していたフランチャイズのほぼ全店がダンキンドーナツへ移行することとなった しかしながら、ペンシルベニア州とオハイオ州を中心に一部の加盟店にとっては、既存のダンキンドーナツの店舗と近すぎる等の理由で、蔵替えは事実上困難となった。数百店に及ぶこれらの加盟店は共同でネットワークを築き、その多くはドーナツコネクションというブランド名で、ミスタードーナツと同様のメニューを提供している。なお、2021年現在、米国内で、 ミスタードーナツブランドのままで営業している店舗は、イリノイ州、ゴドフリーの1店を残すのみである。1961年から1962年に、ミスタードーナツはカナダでの店舗展開を開始し、1970年には、オンタリオ州、ケベック州を中心に27店が存在していたが、1990年代、後半から規模が縮小され、かつて、 オンタリオ州トロントにあった最後の3店舗は2010年前後に閉店したミスタードーナツ事業本部ビルミノーショップメニューの例ミスドご飯で追加されたパスタメニュー日本での略称はミスド1971年に日本での事業を開始しておりケンタッキーフライドチキンやマクドナルドなどと同じく日本国内では最も早い時期に営業を開始したフード系 フランチャイズチェーンにして最大規模のドーナツチェーン店である。ドーナツを主力商品とするが、それ以外の様々な食品も扱うファストフード店として知られる。全店舗のうち直営店は少数で、大半の店舗がフランチャイズ店として運営される。日本国内における運営会社は、大阪府水田市と津町に本社を下す金であるが、ミスタードーナツ事業本部は、 隣の吉野町にある、全くの異業種である同社がドーナツ事業に進出したきっかけは、創業者の鈴木誠一がアメリカでハリー・ウィノカーに出会い、意気統合したことから始まる。店舗名は、所在地名ショップとなる。各店舗の店頭には、開店順につけられた4桁のショップナンバーが表示されており、0001は大阪府美濃市にある美濃ショップである。 開店当初の同ショップは、大英未納店の敷地内に存在していたが、同店の閉店による店舗取り壊しを経て復活している。そういった経緯を経ていない、最古山は長らく0002-4、京橋店内の京橋ショップであったが、同店の再開発による閉鎖に伴い、2019年9月30日に閉店した。 開業当初の1970年代から1980年代初頭にかけては、後年のスターバックスなどのシアトル系、コーヒーショップを思わせるアメリカ文化や高級感を醸した店構えや広告宣伝戦略をとっていた。パッケージや景品のイラストには、当1980年代後半から2000年代初頭にかけて、 好感度タレントで毎年上位に位置することの多いお笑いタレントのところ、常時のテレビ CM 機を低価格メニューの拡充と宣伝での協調、未成年をターゲットにデザインした景品キャンペーンの打ち出しなど、徐々に大衆化路線に転じていく。特にバブル崩壊以降は、外食産業において吉野家などと共に低価格路線を取った代表的なものの一つとなった。 1992年から日本の店舗では独自メニューとして、ヤムチャメニュー登場時のキャッチフレーズはサンフランシスコのチャイナタウンのインサでサンフランシスコのチャイナガイをアレンジした CM ソングを店内で流していた。ヤムチャメニューは現在も定番商品となっており、肉まんなどの点心、麺類やチャーハンなどを提供している。ヤムチャメニューに加え、 2017年からはパスタやホットドッグなどを加えた食事メニュー、ミスドご飯も提供しており、モーニングセットやランチセットも設定されている。2003年にはポンデ形状にヒントを得た新商品ポンデリングを発売し、ヒット商品となった。ポンデリングなどの商品にキャラクター。2013年にはポンデリング誕生10周年を記念して、 限定商品も発売された。2000年代には、後日の不祥事により社長隕石退任などもあった。フランチャイズによる全国展開を行っているが、2020年5月現在、新規フランチャイジーは募集していない。ダスキンは2018年3月、ミスタードーナツを中心とする、フード事業は2014年3月期から赤字が続いており、 ドーナツのテイクアウト需要に偏っていること、また健康ブームからドーナツの需要自体が低迷していることからイートイン需要を増やすためミスドご飯シリーズを拡充するとともに2023年3月期までにミスタードーナツの全店舗1100店長をデザインや色調を統一してリニューアルし改装が難しい店舗は移転や閉店も検討すると発表した店舗デザインは 全店統一ではなく、数種類の系統がある。ダスキンでは、零々型店舗と呼称している。前日の通り、2018年より、既存店舗の改装が進められている。1990年当時は、主に郊外が、メニュードーナツ類は、店内で手作りされている。福袋正月には、毎年1000円の福袋と2000円の福箱を販売している。 1000円の福袋にはドーナツ10個分2000円の福箱には20個分の引き換え券が入っているほか、その年のカレンダーや普段は店舗での購入代金に応じてもらえるポイントで引き換えできる景品が入っている。ほとんどの場合は中身や値段は同じであるが、店舗によって異なる場合もある。また、 引き換え券と福袋用に作成されたオリジナルグッズが入った福袋が発売される年もあり、この場合は価格や中身は全店共通のものとなる。店舗によってはキッズ用の500円の福袋もある。この福袋は年末販売用と年始からの本来の販売用の2枠があって、店によってそれぞれ定数がある。このために年末に買えなかったとしても年が明けると買える。 可能性がある。またこの販売方法のため、年始を過ぎても定数分が売れずに1月中は残っている場合もある。2014年発売分までのドーナツ引き換券は1枚ずつ切り離すタイプのもので購入した店のみ有効であったが、2015年販売分からのドーナツ引き換券は紙カード式となり、全国のショップで利用可能となった。カード式への変更によって、 カードに、記載のバーコード読み取りで個数を管理しており、使用時に残個数がわかるようになっている。有効期限は、従来の3月末までと変わっていない。ラッキーカード1985年から2006年、及び2014年以降、不定期で配布されている。かつては、スクラッチ式のポイントカード、ラッキーカードで点数を集めて、グッズと交換するというシステムであったが、 あとにカードを10枚集めて、商品と交換するシステムに変更された。カードをもらえる条件は300円、400円で1枚など、イベントによって条件が異なった。その上、スクラッチ式の末期までは、その購入した店でしかポイントは有効にならず、ラッキーカードに、ショップ名や、ショップ名。この時期のグッズには、原田治のイラストが描かれたものが多い。 ポイントカード導入に伴い、ラッキーカードは廃止されたが、2010年の開業を40周年には、記念としてスクラッチカードが復活。ラッキーカード2010として復活した。内容は2箇所の削ったところに書いてある点数を、ミスドクラブカードにポイントを付与するというもので、600円、購入ごとに1枚もらえる。これは100円セールをしない時期に何回かに分けて行われた。 また2012年には、スクラッチ式で点数を集めて、グッズがもらえるキャンペーンが実施された。ポイントカード廃止後、2014年から配布が再開した。再開直後の1月と3月には、揃えて、スクラッチとして、600円で1枚カードがもらえて、6箇所のマスクの中から3箇所を削り、絵柄が揃うか揃わなかったカードを、規定枚数集めると、 グッズやドーナツと交換できるシステムとなった。この際のカードは発行店のみ有効であった。同年5月以降のキャンペーンでは300円で1枚もらえるカードを規定枚数を集めるものに変更され、ポイントカードサービス開始前と同様となった。なおこの際のカードは発行店のみ有効であったが、7月キャンペーンより全店共通となった。ポイントカード2006年9月1日に、 東北6県12月100円で3ポイント加算されるポイントカードミスドクラブカードを発行しているポイントカードの有効期限は初回利用日から1年間でその1年の間に購入しても期限は延長されない基本はドーナツが描かれているカードを発行しているがポイントカードは全国共通で使用できる有効期限が過ぎるとポイントはすべて無効となり 次回来店時に新たに20ポイントが加算され、ポイントカードはその日から1年間有効となる。有効期限内にグッズ交換できる50ポイント以上貯められる見込みがなく、商品を購入してもポイントが消滅しそうな時は、有効期限の到来前に残り、ポイントをゼロにクリアした上で、更新20ポイントと当日購入商品分のポイントを加算してもらうこともできる。 この場合は、新たな有効期限はその日から1年となる。ポイントを貯めることによって、ドーナツと交換できる。当初は、グッズ交換か値引き。サービス終了後は、ポイントカードの有効期限最終日まで、それまで貯めたポイントの生産のみに使用できた。なお、50ポイント未満である場合は、1ポイントにつき1円で、商品購入の割引、または、日本赤十字社、 出す気概の脇金への募金に利用することができる。また終了後に一部店舗では新たにスタンプカードを発行している。これは300円でスタンプを一つ押されて6つでドーナツ12個でドリンクと交換できるもので発行店のみ有効のものと県単位で共通に利用できるもので有効期限が固定されていた。2014年10月1日より 楽天の R ポイントカードを導入し、2019年11月11日より D ポイントを追加で導入した。楽天ポイントカードに関しては、独自デザインのカードが配布されている。支払いには、現金の他に、ミスタードーナツ商品券、1枚500円。額面金額以下の決済の場合は、お釣りが出る、プリペイドカード、ミスタードーナツカードが使用可能。 また多くの店舗で2015年春頃までに、ポスレジ連動のカードリーダーの導入を完了しており、それらの店舗では、楽天エディ、交通系電子マネー和音 ID7 個が利用できる。連動カードリーダーが設置されていても、伊東洋華堂や寮内の店舗は、和音だけは使えない、イオングループの店舗内では7個だけは使えないなど、例外もある。ポスレジ連動カードリーダー未設置店舗でも、 駅施設内やショッピングセンター内などの店舗では施設内、店舗共通で使える電子マネーなどが使用可能な場合がある。一例として、駅中店舗では交通系電子、マネー、イオンモール内店舗では和音、交通系電子マネー ID クイスプが使える。商業施設内の店舗では、その各店舗となるスーパーの商品券が使えることもあるが、同じ系列でも店舗によって、 扱いが異なる場合もある。7個ポイントは、現在は、ミスタードーナツの対応店舗は200円ごとに1ポイントに、統一されている。伊藤洋華堂やアリオの店舗内では、連動カードリーダー導入後もそれまでと同じ100円ごとごとに1ポイントとなっていたが、2019年7月より、伊藤洋華堂側ワオンは、店舗によりワオンポイント、ワオンポイントのいずれが加算されるか異なり、 連動端末の場合は、ワオンポイントが加算され、非連動端末の場合は SC ごとに変売企画の実施日やワオンポイント、ワンポイントのどちらが加算されるかが異なる。その点については、米田コーヒー店やここ一番や、ライトオンなども同様の扱いである。ポイント変売特典は、イオン専門店用の非連動カードリーダーを導入している店舗のみ適用される。 ただし、非連動でも PM 物件などで SC 全体が変売特典に参加していない場合は適用されない。鉄道会社のポイントサービスは概ね非対応であるが、駅ビルなどでは対象の場合もある。クイスプは一部の店舗でしか対応していない。ただし SC 内の店舗だけでなく、愛知県名古屋市の黒川ショップなど単独店でも導入している店舗も存在する。 クレジットカードは一部店舗のみの対応である。電子マネーのチャージは全店舗で非対応である。プリペイドカード2015年1月より、ミスタードーナツ全店で使える繰り返しチャージ可能なプリペイドカード、ミスタードーナツカードを発行している。現金で500円単位で2万円までチャージ可能で残高の上限は3万円。プラスチックカードにはギフト用の封筒も用意されており、 贈答品としての利用も想定されている。プラスチックカードの他にスマートフォンアプリ版が用意されている。毎月10日20日30日には3000円以上のチャージで2%のボーナスが付与されるほか、半年間でのカード利用額が一定に達すると220円未満のドーナツパイ一つと交換できる VIP チケットがレジから発行される。広告、広報については現在、 東京キー局を中心にスポットなどでテレビ CM を流している。以前はラジオでも文化放送でスポンサーとなる番組を放送していた。CM の歴史指導者は複数回にわたってずさんな品質管理等による衛生問題等を起こしている。これは他のファストフード事業と比較しても多い。しかし数件ほどの異物混入程度では公表や回収を起こ2002年5月、 2000年に販売された中国産の肉1,314万個に日本国内での使用が認められていない食品添加物の酸化防止剤 TBHQ が使用されていたことが発覚当時外部の業者から指摘を受けて問題を認識したダスキンはその業者に口止め料6,300万円を支払いそのまま販売を継続していたことも判明し2002年11月に 社長が隕石退任した。当時、浜崎歩美がイメージキャラクターを務めていたが、予定されていたキャンペーンは中止された。2004年1月、ポテトクリームスープに虫が混入するトラブルが5件あったことが、客からの苦情で発覚して、販売中止。混入していた虫は野菜につく、害虫アザミウマの一種。材料のアスパラガスについていたものとされる。 同年6月には3店舗で、両風場に、ガの幼虫が混入していたことが判明し、販売中止すると発表。混入していた虫は、大きさ1センチメートル前後のガの幼虫。材料のベトナム産ほうれん草についていたものとされる。2006年6月9日、ダスキン株主代表訴訟控訴審判決が、大阪高裁で行われた。調査報告によって、 違法添加物混入肉まんがそのまま継続して販売されていたことや関係当事者に口止め料を支払っていたことなどを全ての取締役、監査役が知った後の取締役会としての対応につき取締役会の構成員として果たすべき注意義務を怠ったとする2007年1月6日に新商品として全国発売されたもちもちくるみに 小石のような異物が混入しているとの指摘を受け、同年1月13日には一時販売休止となった。製造段階から原料のくるみに入っていた小石を取り除くことができなかったことが原因とされる。同年5月19日、ポンデライオンフルーツゼリーマンゴーライチの内賞味期限表示のないゼリーが販売されていたことが判明し、該当する商品を回収するとした。 同年6月16日、新潟県の寺尾店と長岡駅前店で、賞味期限切れのボトル入りアイスコーヒーを販売していたことが判明し、該当商品の回収を呼びかけた。調査の結果、東京都、群馬県など9店舗で、計25本の賞味期限切れ商品の販売が確認された。同2007年10月31日、季節商品として販売していた飲料商品、 フルーティミルクのメロン、ストロベリーに賞味期限切れの原材料が使用されていたことが判明したため販売中止したと発表した。使用されたのは全国36都道府県181店舗に及ぶ。本部は毎週全国の各店舗に対し賞味期限切れの原材料を特定して使用しないよう指導していたとするが機能していなかった。2008年6月10日。 同社平方町美ショップで販売されたボンデ抹茶好きに金属片が混入していたことが判明したと発表した。ドーナツを製造する機器に破損が生じ、その時の金属片が混入した可能性。同社は6月7日から9日にかけて販売された同商品を回収するとした。2009年10月27日、寺町六角上がるショップで販売したプリン六個が 賞味期限切れだったと発表した。同年10月24日が賞味期限のディップリンピーチを確認不足で25、26両日に販売、6個のうち2個が持ち帰られ回収を呼びかけた。同年11月5日、アリオ大オ鳥ショップなど7店舗で新商品のスティックパイ、アップルキャラメルとマロンの計200個を取り違えて販売したと発表した。リンゴに 食物アレルギーを持つ人がアップルキャラメルを食べるとアレルギー症状が出る恐れがあるとして自主回収した。2013年3月22日、豊中駅前ショップで水を飲んだ客4人が体調不良を訴え病院を受診した。大阪府警や豊中市保健所の調査の結果、店内の水から 600ppm もの塩素が検出された。 漂白剤の液が残ったままになっていた可能性が指摘されている。2017年7月、2006年3月時点の日本国外の店舗数は1406店である。現在の主力事業地域はアジア市場であり、日本とフィリピン、インドネシア、タイで大規模に事業運営を行っている。タイでは寿司ドデライトという寿司を模した商品がある。 中米のエルサルバドルでも事業を行っている。台湾にも進出中で台湾ではダスキンと統一企業が統一正しげるブランドを共同運営している。韓国ではダンキンドーナツが人気を博していることもあり2017年に撤退した。中国からもコスト上昇を理由に2019年に撤退した。ありがとうございます。